羽生結弦さんの熱い思い、仙台に新アイススケートリンク誕生でフィギュアスケートの未来への期待。仙台市とゼビオホールディングスは、仙台市大白クアスと長町のゼビオアリーナ仙台にアイススケートリンクを開設することで合意し、11月28日に協定を締結しました。この重要な決定に伴い、プロフィギュアスケーターである羽生結弦さんが感動的な動画メッセージを寄せ、 仙台での新しいスケートリンクに対する期待と熱い思いを語りました。羽生結弦さんのメッセージ未来への願い。協定締結の場で羽生さんは、自身が仙台市出身であることを胸に、仙台での新たなスケートリンクの第一歩が踏み出された。自分と同じように、この街でフィギュアをやりたいと思う次の世代が一人でも多く生まれることを期待していると力強く語りました。このメッセージを通じて、 ハブさんは地元への深い愛情と将来のフィギュアスケート選手たちに対するサポートの意思を示しました。仙台とフィギュアスケートの歴史。仙台は日本フィギュア発祥の地として称されており、長い歴史の中で多くの優れたフィギュアスケーターを輩出してきました。しかし、その一方で練習環境が厳しい状況にあったという指摘がなされています。ハブさんも同様に、これまでの取り組みが実現することで、 若い才能がより良い環境で育成され、新たなフィギュアスケートの才能が発掘されることを期待しています。新アイススケートリンクの重要性。新たなアイススケートリンクの解説が重要である理由は多岐にわたります。まず第一に、選手たちにとってより充実したトレーニング環境が整うことでしょう。表情での練習はフィギュアスケートにおいて不可欠であり、適切なリンクの提供は選手たちのスキル向上に直結します。 これにより、仙台出身の選手たちが全国や国際の舞台で競技力を発揮しやすくなるでしょう。さらに、新しいスケートリンクの誕生は地元経済にもプラスな影響を与えることが期待されます。大会や練習合宿などが開催されることで、地域への観光や利用者の増加が見込まれ、地元の商店やレストランなどが賑わうことでしょう。これにより、地域全体が活気づき、 地元住民や事業者にとっても好影響がもたらされることでしょう。羽生ゆずさんの重いフィギュアスケートの新たな魅力を発信。羽生ゆずさんはメッセージで、数多くの新たな才能がこの街に集い、成長していく、そしてフィギュアスケートの新たな魅力をこの街から発信していくと語りました。これは単なるトレーニング施設の提供に止まらず、仙台がフィギュアスケートの新たな拠点としての役割を果たすことを意味しています。 地元出身の選手たちが輝かしい実績を挙げ、仙台がフィギュアスケート愛好者や選手たちの巡礼地となることで、フィギュアスケートの新しい魅力が広く知れ渡ることでしょう。感謝の気持ちと期待ゼビオホールディングス株式会社と仙台市へ。ハブさんはメッセージの中で、改めて新たなきっかけを作っていただいた、ゼビオホールディングス株式会社様と仙台市に感謝すると述べ、 新しいスケートリンクの実現に対する感謝の気持ちを表明しました。企業と地元自治体が協力してプロジェクトを進めることは、地域社会にとっても大きな利益をもたらします。ゼビオホールディングス株式会社と仙台市が手を組んでプロジェクトを進めたことで、地元の誇りとなる施設が誕生することになり、地域社会全体がその成果を享受できることでしょう。市民への呼びかけ理解と協力をお願いして、 最後にハブさんは、一日でも早くこの取り組みが実現するよう、多くの市民の皆様、関係者の皆様にご理解とご協力をお願いしてと市民に対して呼びかけました。地元の支持がプロジェクトの成功に欠かせないことを示唆しています。市民や関係者がプロジェクトに共感し、積極的に協力することで、スケートリンクの早期オープンが実現し、地域に新たな活気と誇りをもたらすことでしょう。 仙台市に新たなアイススケートリンクが誕生することで、フィギュアスケートの未来に新たな希望が灯りました。羽生ゆずるさんの感動的なメッセージは、地元への深い愛情と将来の選手たちに対する願いを伝えるものであり、新リンクが地域に与えるポジティブな影響に期待が寄せられています。ゼビオホールディングスカル式会社と仙台市の協力により、フィギュアスケートの拠点としての仙台の地位が高まることでしょう。 これからも多くの市民や関係者がプロジェクトに協力し、新しいスケートリンクが早く実現し、地域に新たな活気と誇りをもたらすことを期待しています。